最近すぎて、ね、子会社のあり方の効率化、透明化ということを何度も我々も思ってまいりました。今回のですね、大臣意見にも子会社のゼロベースでの見直しということが記述されています。まあ、今申し上げたような随意契約率の高さ、かつての霞が関の官庁と、そして特殊法人や特殊会社が天下りをした方々が、あそこと本体と随意契約を結んでですね、非常に高いものになる、高コストになる、何回も指摘をして改善をしてまいります。まさに NHK はですね、今その構造になっているわけであります。